どうも、お疲れ様です。舞姫大学の特別講義、即っかちの久保でございます。今回はですね、ポリシーということでテーマをいただいたんですけども、まあ、あ舞姫大学のナミさんの動画の方もね、ご覧いただきたいんですけども、私の場合はね、発信するコンテンツに問題解決をいつも入れるようにしてるんですよ。まあ、それがあ、単なる動画じゃなくて、コンテンツとしての私の役割かなと思ってますよね。まあ、ですので、YouTuber と言ったらね、ちょっと、 あやふなや、ね、思いになってしまうんですけども、私はコンテンツ提供業ではないかなと思うんですよでコンテンツってのは何かの問題に対して解決がこうワンセットになることかなと思いますよね、まあ、それが例えばお金の問題解決とかね、まあ、最近でしたらワイモバイルに行って2万円もらえるみたいなのがありますけどもああいうのとかあとポイントサイトモッピーでお金が稼げるとかねお金の問題解決をしてるわけなんですよこうやってで、あとは健康の問題解決とかね 健康の問題解決、健康っていうのも守備範囲が広いんですけども、まあ、どのようにね若々しくいられるかとかありますしあと恋愛の問題解決とか健康の問題解決とか、まあ、その4つにうんまああ仕事お金健康恋愛ですねこの4つの問題解決を常にコンテンツには含めてるかなっていうことですがねそのぐらいだと思いますはいどうもお疲れ様です。